こんばんは、京商の国内業務の鈴木正です。前回のドリフト講座を見ていただけましたか？今日は第2回目のドリフト講座をもらいたいと思います。皆さんよろしくお願いします。では前回のおさらいをまずします。前回は車の滑らす感覚を体感する練習でしたので、それをおさらいしてみたいと思います。まずステアリングを右か左どちらでもいいんですけど、全開に切ってもらって、スロットルを全開にします。それで離します。では今回の講座に入りたいと思います。前回は、手を離してしまうともうそのまま滑っていって壁にぶつかってしまったと思うんですが、今回はそれにちょっとこうハンドルを足していって、車がぐるぐる回るように、やれるようになりたいと思います。それでは前回と同じようにステアリングを全開に切って走り始めたいと思います。一瞬手を離します。でこうやってちょっとずつちょっとずつ切ります。切るときは1ミリずつぐらい、ちょっとずつちょっとずつ切ってください。手はこんな感じで動かしてください。これ運転してるのは、リーダーの石川さんです。はい、第2回はこれでおしまいです。ポイントとしては、1ミリずつちょっとずつちょっとずつ切るのと、反対側にカウンターは当てないということが今回の練習のポイントとなります。皆さんも、時計回り時計逆回り両方ともできるようになって次回の動画に臨んでください。よろしくお願いします。